美佐子とは結婚して3年が経つ。共働きで週末のちょっとした贅沢が楽しみのありふれた家庭だ。俺は隼人。建築関係で働いている。出社が早いこともあって、美佐子とは家事をしっかりと分担して喧嘩もせずに仲良くやっている。子供はもう少しお互いの仕事が落ち着いてからと考えている。はたから見れば順風満帆な家庭だが、俺には気になることがある。それは昨年末から妻の残業が増えてきていることだ。最近では月に2回は休日出勤が入るようになった。もちろんその分の家事の負担は俺にかかってくるため、正直きつい。部署や担当配置が変わったわけではないんだけどな、と思いながらも、妻のありがとうに癒されながら、今日まで円満な夫婦生活を送ってこれた。あの時までは、休日に妻が買い物に行くと、部屋を出た後、俺は妻がスマホを忘れていることに気がついた。届けなきゃ。急いでスマホを持った瞬間に、ディスプレイが表示され、思わず目を疑った。SNS のメッセージ画面が小窓で表示されており、そこには、みーちゃん、この前は楽しかった。旦那には内緒だと燃えるね。小窓はここまでしか表示されていなかったが、俺の足を止めるには十分すぎるインパクトだった。うすうすは感じていたが、現実を知るのが怖かったから、目を背けていた。そう、妻は不倫をしている可能性が高い。全身が震えた。昔から俺は気の長い方ではない。同級生にも怒らせたら一番怖いとよく言われる。とりあえず証拠を固めてえな。そう思い俺は近所に探偵事務所があることを思い出した。無料相談もついているし行ってみるか。スマホを投げ捨てて足早に向かった。紆余曲折あり依頼することにし、一ヶ月後に結果がメールにて来るそうだ。一ヶ月後、黒だった。不倫相手は同じ部署の鎌田ってやつで既婚者だった。ここまで分かれば、あとは追及あるのみ。弁護士と事前に相談と調整をして、抜かりなく段取りを進めていた。妻は今日も相変わらずの残業で、帰りが遅くなるとのこと。俺は夕飯の準備をしていた。最後の晩餐だ。ただいま、今日も遅くなってごめんね。別に大丈夫だよ。できてるから着替えて食べよう。食事を終えて洗い物に移るかどうかのところで話を切り出した。美佐子、俺に隠してることない？え？何が？何にもないよ。あるでしょ？なんで残業がこんなに多いの？不倫してない？調べはついてるから言い訳は聞きたくない。しかし妻の反応と言い訳は俺の予想を超えていった。ああ、そのことか。分かってたんだね。今そのことで悩んでて。ん？悩むとは？てっきりごめんなさいと泣き崩れるものかと思っていただけに驚きを隠せなかった。今相手の方から再婚しようと言われてて、私もその人のことをハヤトと同じぐらい好きで正直迷っているの。どうしたらいいかな。ごめん、理解できない。自分の言ってること分かってる？俺は思わず絶句してしまった。どういう感覚で話を進めたらこうなるんだ？分からないの？じゃあもう一回話すね。いや、違う。そういうことじゃない。急に大きな声出さないでよ。ハヤトがわからない。このやりとりを30分ぐらい続けた。こっちの頭もおかしくなりそうだった。今日はもういいや。また話そう。うん。私もハヤトに話せてよかった。異常だ。二人で話していても拉致が開かない。中立な第三者を立てる必要があると痛感した。弁護士でもいいが、こっちも腹が立っている。妻もそうだが、不倫相手にも制裁を加えたい。俺はいいことを思いついた。次の休日、俺は今、弁護士事務所ではなく、妻の会社の前にいる。
そう、突撃することを決めたのだ。もう妻とは離婚を決意している。しっかりと双方から慰謝料をもらい、悠々自適のシングルライフを満喫するプランを計画しているのは、ここだけの話。さて、決戦の時だ。受付の小綺麗な女性に事情を話し、人事部長に取り次いでもらった。応接間に通され待っていると、部長が愛想よく登場。そこから突然、訪問したお詫びと事情説明をすると、部長の顔色が悪くなっていく。事実確認をしたいから、当事者二人に応接間へ来るように手配してくれ。待っている間は気まずい雰囲気が流れていた。それも当然だろう。妻の勤めている会社はブライダル関係で世間体も気になるところ。人事部長としては気が気ではないのだ。呼び出してから30分後に二人がやってきた。二人とも悪びれた様子もなく、なんだったらうすら笑いを浮かべている。そんな風に見えた。鎌田くん、鈴木くんとお付き合いをしていると話を聞いているんだが、鈴木とは妻の旧姓だ。詫びるのかと思っていたが、鎌田からは予想外の言葉が飛び出した。ふざけて言っているに決まっているじゃないですか。突然のことで本当にびっくりしてます。びっくりしたのはこっちの方だ。それに対して妻が矢継ぎ早に話し始める。そんなことない。再婚しようって言ってくれたよね。ね。美佐子、間に受けすぎだよ。旦那さんも勘違いしちゃってるだろ。俺には妻がいて、お腹にも子供がいる。そんな無責任なことはできないよ。それを聞いた妻は、呼吸もままならない様子で、来客用の椅子に座り込んでしまった。俺も女の見る目がないなと思っていたが、美佐子も相当に見る目がない。結局似た者同士が結婚したんだなと、不倫よりもそっちの方が悲しくなってきた。話を整理するとこうだ。妻は平凡な毎日を過ごしている中で、物足りなさを感じていた。そこでたまたま残業が一緒になった鎌田と楽しい時間を過ごせた。どうやら鎌田の調子のいい言葉を、鵜呑みにした妻が入れ込んでしまい、お互いにやることはしっかりとやっていた。そんな感じだ。鎌田からすればいい吐け口ぐらいにしか思ってなかったのだろう。まったく腹が立たないかと言われたら嘘になるが、それ以上に妻に愛想を尽かしている方が勝ってしまっていた。それまで黙っていた妻の声が室内に響き渡った。何なのよ、騙していたのね。人をもてあそびやがって。突然立ち上がったと思ったら、俺の横に来て腕を組む妻。何これ。完全に頭おかしい女だわ。私にはやっぱり隼人しかいない。あんたなんかより幸せになってやる。なんだったら慰謝料を請求してやる。めちゃくちゃだ。恥ずかしい。ここまで常識がなくなるとは、人は追い詰められると何をするとわからないとは、よく言ったもんだ。俺は呆れて妻を突っぱねると、今度は、隼人まで裏切るの?と、矛先がこちらへ向いた。俺と部長の目が合い、軽くうなずく部長。ほどなく庶務が部屋に来て、妻を医務室へと連れ出した。ここからは、冷静な三人で話を。進めていくことにした。詳しい内容はここでは伏せておくが、鎌田は地方の支社へ飛ばされ、俺に慰謝料も払うことで合意した。後日匿名で鎌田の家へ不倫の事実を密告した輩がいたらしい。さて、あとは頭のおかしいあの女だけだ。一足先に会社を後にした俺は、そのまま弁護士事務所へ寄り、今後の段取りを再確認し、自宅に帰宅した。もう妻と一緒に住むのも嫌なので、荷物を全部まとめて玄関に置いておいた。もちろん妻の両親には報告済みで、電話越しに泣きながら詫びを入れていたのは気の毒で仕方なかった。18時頃に妻が帰ってきたが、ひどいもんだった。こっぴどく怒られたのか、目はパンパンに腫れ、化粧も落ちている。
お帰り。ご両親には報告してある。迎えに来るみたいだから、さっさと準備して。突然座り込み泣き出す妻。と思ったら、妻は俺の足にしがみつき。ごめんなさい。ごめんなさい。別れないで。ドラマではよく見るけど、実際にやられると相当気持ち悪い。ホラーだ。ご両親、早く来い。そうとしか思えなかった。ややこしいことになっても嫌なので、妻の手をそっとほどき、往生際が悪いぞ。準備して、迎えを待ってるよ。と、耳元で囁いてやった。しばらくするとご両親が到着。無言で俺に一礼した後に、パン、パン、パン、と往復ビンタの後に、髪の毛を引っ張られながら部屋を出て行った。なんだか目まぐるしく状況が変わる一日だった。疲れたな。その後は気絶するようにベッドへ倒れ込み、眠りについた。その後、妻と鎌田から慰謝料を受け取る形で、無事離婚が成立した。妻と鎌田は会社を退職し、今はどこで何をしているかわからない。俺は元妻と一緒に住んでいた部屋を解約し、ワンルームのマンションに住んでいる。今でも思う。不倫や浮気というものは人を狂わせるんだな。人の振り見て我が振り直せ。もうしばらく彼女は作らないでおこう。